こんにちは。今回は新メンズカット講習会のナンバー2になります。前回がアンダーセクションが90度で、ミドルセクションを 67.5 度で、トップを短く立ちやすいぐらいの長さに切って、そこにつないでコンケープでつないで、この辺りを短く切ったスタイルを紹介したんですけど、今回はそれにセニングを入れていきます。で、今回紹介するのは2つですね。まず1つがベーシックなセニング、ベーシックセニングで、もう1つ、2つ目がこれはデッサン型のセニング、デッサン型のセニング、この2つを今回は紹介していきます。まず1つ目、このベーシックセニングという考え方になるんですけど、まず入れ方として、まずこのスタイルで考えると 67.5 度で切られているので、ここのアウトラインの長さよりも上がちょっと長くなってます。この辺りがアウトラインよりも長くなってますですけど、髪の毛の伸びるのは均等に同じように伸びます。言うならば、こうバリカンとかで全部坊主に刈り上げた時に、1ヶ月先は同じように1センチぐらい、だいたい同じような感じで伸びてきます。で、それをこのセニング、ベーシックセニングで活用するとどういう感じかというと、まずスタイル的には下よりも上が長い 67.5 度、頭の形に合わせてコームを入れて引き出した時に、この下の長さよりも上が長くなってます。で、それを利用すると、頭の形に合わせてまっすぐ引き出して、で、まっすぐ引き出した時に指で同じようにオンベース、こうセームレイヤー状態に引き出した後に、まず一度同じようにセームレイヤーの角度で入れます。まあ、どのあたりから入れるかっていうのは、まあその人の浮き癖だったり毛量、まあすでに削いである場合はまだそれも踏まえて入れていくんですけど、まず普通に中間ぐらいからで、同じように頭の形に合わせて入れたところから、そこからこのベースのカットというのを、まずセニングを入れるときはベースのカットがどういうふうに切られてるのかっていうのを把握してる必要があって、そこからハイグラデーション 67.5 度で切ってるので、セームレイヤーから徐々に角度を変えて毛先に行くまでに、徐々に 67.5 度指半分分傾けた状態、上が長くなる状態に持っていきます。で、こういう感じでそのまんま耳の後ろの点の位置からもみあげの点の位置までを塗りつぶすように、ここの線を入れたら、次前に同じようにオンベースに引き出したら、オンベースに入れて、そこからベースカットの切った位置までをずらして入れていきます。もみあげの点の位置にコーミングと左手の指でしっかりと狙った線の上に引き出して、オンベースからベースのカットのラインに向けて徐々に入れ進む、これがベーシックセニングとなってきます。はい。で、下の段を切ったら、今度は中間の角の部分ですね、もう同じようにオンベースに引き出したら、まず
セーブレイヤーの状態で入れて、そこからベースのカットライン 67.5 度までハサミをずらしていく。で、耳の上の線からもみあげの線の位置まで、で顔周りも同じように、ここが 67.5 度なので、顎の位置こういう感じで見た時に、垂直に引き出した時に 67.5 度指を半本分ずらした角度まで入れるんですけど、こうやってオンベースに引いたら、ここから垂直からセニングをずらして、ベースのカットのラインまでずらして入れていく。で、これはどういうことかというと、髪の毛が新しく伸びてきた時は同じように伸びるんですけど、そことこの 67.5 度のつなぎの部分をセニングでも入れてあげるということになります。伸びてきた時に同じように1センチ、1ヶ月1センチ伸びるんですけど、そこと、まずセームレイヤー上に入れてあげてをつなぐ。で、そこからのベースで切ったカットの角度ですね、まあ、67.5 度だったり、まあ、45度だったり、まあ、レイヤー90度だったり、まあ、90度の場合はもうそのまんまとかでもいいんですけど、はい、例えばそれは普通に考えずに頭の形に合わせて引き出したりとかじゃなくて、そのままダウンステムだったり、いろんな引き出し方、もしくはいろんな、そのまま最初の1開閉がこうレイヤーから始まったり、グラから始まったり、いろんな入れ方があるんですけど、やっぱり伸びてくるのは同じように1ヶ月1センチ伸びてくるので、そことまずつなげてあげて、そこからのグラだったり、そこからのレイヤーだったりという感じで、まあ、ここだとコンケーブが入ってるので、まずセームレイヤー上に入れて、そこからレイヤー上が短くなるようにという感じで入れてあげると、この1ヶ月先ですね、1ヶ月先のこのバランスというか、伸びかけの時の重さが馴染みやすくなってきます。でよ、闇雲にあまり考えずにっていう人はあまりいないと思うんですけど、そこを1ヶ月先を考えて入れてあげると、持ちが良くなってきます。これがベーシックのセニングの考え方になってきます。はい、で次にデッサン型のセニング。デッサン型のセニングというのは、もう見た感じでこの絵を描くような感じですね。パッと見た時にどういうこのギザギザ感ですね、主にこうギザギザ感を出したいのか、このラインのギザギザで、縦での中でのギザギザのイメージっていうのが多分あると思うんですけど、それをそのままセニングで作ってしまおうというような感じになってきます。まずこのアウトラインにこういう感じでこうギザギザを描きますよね。こういう感じで描くんですけど、それをそのまんまセニングで使います。どういう感じかというと、まあ、普通にセニングはこういう感じで持ったとします。で、この時気をつけてほしいのが、気にするところは親指です。この狙う、まあ、絵を描くのもこのペン先じゃないんですけど、セニングの先で
書くような感じでするとちょっとリズムが狂ってくるんですね。この先に先ばかりに集中してるとリズムが狂ってくるので、これは親指のこの開閉で、ここで絵を描くような感じ、ここで親指で描くような感じで切っていきます。ちょっと実際にやってみると、このジグザグにするときにこういう感じでパネル挟んで、でハサミの先を使って切るんですけど、まあ、この辺りぐらいですねを使うんですけど、切るのは親指でリズムを取る感じになってきます。まあ、こういう感じで人差し指でここを押さえてあげて、親指をちょっとこう上下にジグザグさせるような感じで、こうジグザグに、これはハサミの先で切ってるんですけど、このイメージとしては親指で切るような感じでしてあげると、のリズムが狂いづらいですね。僕の場合はそっちの方が狂いづらいです。なので実際にこうやりやすいやり方っていうのが多分その人それぞれあると思うんですけど、まあ、僕の場合はここでこうジグザグを書くような感じで入れていきます。で下を切ったらそのまま今度上も同じように入れていくんですけど、その時は頭の形がありますね。上向きで斜めに横で下、こういう感じで頭の形があるんですけど、その頭の形通りに引きます。例えばこの下の方で言うと、ここがアンダーアウトラインですね。でアンダーラインの上も頭の形に合わせて引き出す。でそこでイメージしたラインを親指で切る。でその上も同じように頭の形通りに引き出して切る。まあ、この辺りは前横になってくるんですけど、真横に引き出して切る。はい、でこの時もセンター中心から三つ襟のところ、ここですね、ここまでで一度こういう感じでラインを切ったら、次三つ襟のところからバックサイドはまた別で、バックサイドも同じように入れていきます。でそのまま頭の中でこうイメージしたジグザグですよね、それをそのまんまこの親指に伝えてハサミの先で切る感じになってきます。バックサイドもアウトラインを切ったら次上で、ここも同じように頭の形に合わせて垂直に引き出して入れる。で大体このミドルセクションのところ、はい、すいません、この辺りぐらいまでですね、この横で入れるのはこの辺りぐらいまでにしておいて、今度まず一度下を縦で入れていきます。縦で同じようにまたセンターから三つ襟のところのここに四角のゾーンを作って、そこに縦に引き出して、まあ、これも引き出すのもカットライン
まずオンベースに引き出してカットラインをイメージしますね。90度で、そこで同じようにジグザグを入れていく。この三つ襟のところまで。全部親指ですね。親指でこう書いていくような感じで入れていくと、こうリズムに乗って書きやすいんじゃないかなと思います。で、三つ襟から耳の後ろの点の位置まで、で、アンダーセクションとミドルセクションは横と縦で入れて、このトップはまだちょっと変わってくるんですけど、アンダーでミドルで、また骨格の変わり目トップですね。トップはだいたいボリュームを出すことが多いと思うので、ボリュームを出す場合は、横で引き出してそのまま、そこでジグザグで言うなら同じようにで、切ったすぐ上も引き出してジグザグで入れる。で、もしくは毛先に入れたい場合は、ここがトップですね。毛先に入れる場合、例えば下でジグザグに入れた後に、この毛先に同じようにをぼかす感じで入れてあげたり、もうこれも全部親指でこう切ってます。そういう感じでしてあげるとリズムもそうだし、こう狙い通りのこの毛先にしやすいのかなと思って僕はやってるんですけど、ぜひ一度やってみて、自分に合ったやり方っていうのがあると思うので、ぜひそれを、今回紹介したものを、応用して、考えてもらって進化させて使われるといいかなと思います。はい、ということで今回はベーシックセニングとデッサンセニングという感じで、勝手に名前を付けてるんですけど、そういう感じで、普段の営業とか練習とかで、まず一度練習して、それで実際にお客さんとかにやって深めて、どんどん使ってほしいかなと思います。ということで今回は以上でした。